そう、そういうことだったのね、ライダー。推測通りです、アーチャーのマスター。ですがあなたなら、とうに気づいていたのではないですか？ええ、おかしいとは思ってたわ。魔党の人間からマスターが出るはずはない。魔党の血はもう廃れてしまって、魔術を扱える人間は排出されないから。だから魔党の人間であるシンジは絶対にマスターにはなれないはずだった。なのにライダーは召喚され、魔党の人間がマスターに選ばれた。そうね。私は魔党造剣があなたを召喚して、シンジに預けているのかと思ってた。けど、話はもっと簡単なのよ。造剣は手を下すまでもない。だって、今の魔党家において、最もマスターにふさわしい人間は。魔党の正当な後継者。今代の魔術師であるあなただものね、さくら。はあ？